今日は都市伝説映画ベスト3を紹介します。第3位、牛首村。北陸最強の心霊スポット、富山県坪野高専を舞台に惨劇が繰り広げられます。とても映画初出演とは思えない幸喜さんの絶叫ぶりがすごい。これめっちゃ怖いじゃん。第2位、親指探し。親指探しというゲーム中に同級生が行方不明になる。二十歳の同窓会で当時の仲間はもう一度5人でゲームをして行方不明になった子を探そうとするが、その翌日友達が親指を切られて刺されたという知らせが入る。ああ、指が、指が。第1位、こっくりさん劇場版。鳥居や50音の文字などを書いた紙と硬貨やペンを使う一種の降霊術。エンジェル様を女子高生4人が行い、その日から参加メンバーが続々と悲惨な事故に遭ってしまう。片思いの先輩が同じで、女子高生のいびつな友情に一番ヒヤリとしました。女子の裏切り。